バンシュン。さあ、今日はですね、またまた買ってきました。こちら。じゃじゃーん、ブーメランでございます。今回は、フライングブーメランと書いてるんですけども、こちら、実は、中古屋さんで買ってまいりました。中古屋さんで、50円で買ってきました。こちら、50円です。安いでしょう。さあ、このブーメラン、形状は、形は、前にご紹介した、ファイヤーブーメランだっけ、あれ。ファイヤーブーメラン。これこれ。こちら。同じ形をしてます。形はね。ただし、重さはちょっと違います。こっちの新しい方が軽いです。軽いからこそ、もしかしたら風に乗って帰ってきやすいのか。またまた風に煽られて、ビャ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 ってとかチャートボード飛んでてしまうのかっていうのを検証してみたいと思います。うん。こっちのあれはちょっとシリコンというか柔らかい感じなんですけど、こっちは完全に硬い。硬い。これがいいのか悪いのかわからないですけども、ちょっとやってみたいと思います。なんか持った感じはね、いい感じ。これで変えてきたらすごいよね。おじいね、試してみたいと思います。はい、では早速ブーメランしっかり返ってくるかを検証したいと思います。でこちら隣に道路があるので結構車の音がビュンビュン入るかもしれませんが、その時はすいません。で、いきますね。いつも通り縦投げをまずしてみます。返ってくる気がしない。じゃあ前回やってみて良かったやり方、これね、この飛ばし方。帰ってきそうやったけど、なんか今風の力でこっち来た気するわ。あれ、この前のブーメランよりもさらに軽いんですよ。軽いから飛ばしても結構ね、風でね戻ってきたりする。わかった、ブーメランの飛ばし方が。本当のブーメランかどうかわからへんけど、こういうブーメランの形はただ単に投げるだけじゃなくて、コマみたいな感じで、コマの容量ってこう投げたら戻すでしょ。そんな感じで投げるときに投げてちょっと戻す、投げてちょっと戻すとウィンっていう形で返ってくる。やってみよう。いけるやろ、いけるやろ。ただね、風が強いわ。風が強いからちょっとね、すぐね、いろんなところに行っちゃいそう。なんか風の力で戻ってきてるっていう感じもする。なんとかキャッチしたいな。風が止まれ。あれ、なんか風の力でぐちゃぐちゃやってる。ほら、これ風の力わかる、これ。言ったらこうやっただけで飛んでいくんやもん。なんとか取りたい。あっ、くそくそ。あー、惜しかった。ということで結論です。こちらの中古で買った、フライングブーメランですけども、軽いんで風にうまいこと乗ったら本当いい感じで動いてくれます。ただ風の影響が強い時とかはぐちゃ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 ってなったりとかしますけども、投げ方、あと風の強さとかによって面白い動きがちゃんとできるブーメランでした。いいですね、フライングブーメラン。50円値打ちがあります。